基礎生物学研究所は自然科学研究機構を構成する愛知県岡崎市にある大学共同利用機関である基礎生物学分野における日本の中核的な国立研究所である生物現象の本質を分子細胞レベルで解明することを目標に幅広い研究活動を行っている国家事業である ナショナルバイオリソースプロジェクトのメダカ分野を担当している。2010年4月現在、以下の7つの研究領域と技術化を有している。また、ラジオアイソトープ実験センター、生命創生探究センターとも連携している。経理など、管理業務は、岡崎統合事務センターで行われている。総合研究大学院大学の大学院生に、 対する教育も実施している。一般公開、大隅義則教授コーナー3年に一度、秋に研究施設の一般公開が行われる。近年は2016年10月8日に開催された。その5日前の10月3日、基礎生物学研究所に13年間所属した大隅義則が、 ノーベル生理学、医学賞を受賞したため、一般公開イベント当日は訪問者が途切れず、開催時間が1時間延長された。名古屋鉄道本線東岡崎駅が、最寄り駅。東海道新幹線と四橋駅、名古屋駅にて、名鉄本線へ乗り換えで、いずれも30分程度。中部国際空港からは、東岡崎駅へは名鉄が利用できるほか、直行バスもある。 いずれも1時間程度。駅から南口を出て、徒歩5分程度。自然科学研究機構予算2010年4月21日閲覧。自然科学研究機構外部資金2010年4月21日閲覧。自然科学研究機構職員数2010年4月21日閲覧。自然科学研究機構大学院。教育2010年4月21日閲覧。 新編岡崎市史総集編20新編岡崎市史編纂委員会1993年3月15日513ページ桑原万寿太郎とは引く言葉んく金谷春夫とは引く言葉んく竹内育夫とは引く言葉んく大隅さん愛用の顕微鏡に完成岡崎規政権が公開中日新聞 http://www.chunichi.co.jp a r t i c l e f r o n t l i s t ck201610080200266.html2016 年10月15日閲覧大隅さんの足跡紹介岡崎、帰省券、顕微鏡も展示中日新聞 http://www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ i1 スラッシュ20161009スラッシュ ck201610090200046.html レフイコールランク2016年10月15日閲覧ありがとうございます